ビーズリー、残留熱望。阪神のジェレミー・ビーズリー投手が16日、大阪関西国際空港から帰国の途に就いた。阪神が大好きなので、帰ってきたい気持ちもすごくある。この2年すごい素晴らしい時期も経験させていただいて、素晴らしい人たちに囲まれているのでと、来季も残留を熱望した。来日2年目の今季は、春季キャンプ中盤に上半身のコンディション不良で離脱。実戦登板は4月上旬までずれ込んだ。2軍で29イニング連続無失点を記録するなど猛アピールし、5月17日に1軍初先発。14試合に登板し、8勝3敗、防御率 2.47 の成績を残した。去年より、チームからの信頼度は上がったかなと実感している。個人的にはもう少し投げたかった。もっとチームの力になれたという気持ちはありますけど、いいシーズンを過ごせましたと振り返った。藤川新監督については、よく学ばれている方。素晴らしいコーチが周りにたくさんいるので、そういう方と一緒にチームを作れば、すごいいいチームになると思うと思い描いた。空港には球団通訳のほか、チームメイトの青柳も訪れた。1年目から青柳選手はすごく仲良しで、こういう風に見送りに来てくれるのは嬉しかった。みんなともいい関係を築けているかなと感謝した。取材に訪れた記者一人一人ともがっちり握手したウアン。最後まで別れを惜しみながらも、笑顔で搭乗口に向かった。わざわざ空港に見送りに行くって、家族、親戚レベルやん。ビーズリーの安定感のある投球は必ず来年も必要とされると思います。異国の地で外国人選手がモチベーションを維持するのは難しいことだけど、球団だけでなく、選手のサポートがあるのは心強いと思う。来年もビーズリー投手がいてくれるのは、めちゃくちゃ心強い存在です。ずっと阪神にいてほしいですね。ビーズリーは本当に頑張った。バッターボックスでの本気モードはホームランも狙えるようなスイングでした。感覚がまちまちだったにもかかわらずずっと好投を続けてくれた。ちゃんとローテを守って回してたら、軽く2桁勝ってくれたんじゃないかな。チームにも溶け込んでるし、ナイスガイなのも伝わってくる。メッセンジャーみたいに長く活躍してほしいな。残留希望は嬉しいね。人柄が素晴らしいので、ゲラと共に来年もよろしく。ビーズリー、本当にナイスガイ。試合を離れるといつも笑顔だし、コメントもすごく好感が持てる。青柳、いいやつやな。見送ってあげるなんて、仲いいんだね。ビーズリーもゲラも残留でしょう。来年も好投よろしく。